一本押し出されるから変わるか。多分打率変わるわ。一試合押し出されるから打率が変わるはず。その前の試合が7割2分以上打ってるか打ってないかで。ほら下がった。こうなるんよ、押し出されるから。 D シーム線がやったら、まあ、今の通常線がの方がいいよ。だって今の通常線が D シームやねんから。もしその今の、うん、どうやろうね。書いてる人は直近30試合の打率が7割。そうやね、そのそういうことやね。うわうんま、あれやプラチナいかんとあれやから、こう打率ランキングに乗るようになったら前から打率カウントできるってことやね。じゃあ変えようかな、あの先発ローテ変えようかな。あー今の超えんの、よし。はいピン。精神的なメンタルは今の方が楽やわ。ちょうまくね。あ私立で弱体化するんや。そうなんや。いやこれちょっと置いとかなあかんの。そこまでチェックできてないわ。まあ、でもそろそろ落ちるなと思っとったけどね、宮西さんは。今年よく落ちひんかったなと思っとった。おうまい！デビルダッシュチョイス！デビルダッシュチョイス！デビルダッシュチョイス！投げればいいものの。4割1分か、めっちゃうまく感じるわ。いっつ7点はきついぞほんまに。打たれる分には焦らんねえ。そう連勝連勝企画じゃ。岡本和真立てよ。大谷さんか。はい入っちゃうんです。今のツーシームでかいからな。ランディーバス、ランディーバス8社連続あるよ。これあるよ、8社連続あるぞ。 iPad を買うんだ俺は。フラグ回収。ホームランが打てないよ。ASM はだってノーアウトで15点だったらさすがに、さすがにいいんじゃない。誰か、ああまたフラグ立てた。待てよ、今またフラグ立てたぞ。ちょっとああいけたいけたいけた。危ねえ危ねえ。成長ありね。私立ちなみに裏天津飯。あミスった、流し天津飯やった。
待って、この試合結構売ってるぞ。この試合何本売ってる？ちょ待って、マジでノーアウトでいけんちゃんこれ。うーし、いや結構順調やね今日。通信ないな。超えへん？超えるよね、オッケー。いいぞいいぞ。あー、タイピンじゃない、オッケー。僕の確認分かった。進撃の正隆、イエス。ボーアドル11点、チットなし。ランディングス、危ねー。 あと1点や、ほんまや、あと1点や。ランディーバス、アザス、ノーアウト12点です。あ、しかもこの人やん、球審の白井烈さんやん。俺この人としたことあるわ。 1,2,3,4,5,6,7 本、えぐい。おー、これはちょっとすごいですね。さあこれちょっと面白いぞ。こうなってくると打率が上がってく？来るぞ。全然上がらねー。